昨年の大山町で流刑から1年が経ちますけども、はい、現在の心境を知ってますか。もう試合まで、時間もないので、もう今開き直ってやるだけですね。その1年間振り返って、どんな1年だったでしょうか。充実した1年だったし、すごく自分自身成長した1年だと思います。対戦相手のギャルモ・レパンダ選手の印象を教えてください。やっぱり K1 の番長っていうだけあって、立ち技がすごく強い選手だなと思います。大みそかという舞台で戦う相手としてふさわしい相手だと思います。はい。相手が K1 選手ということで打撃対策は特別にしてこられました。打撃対策も総合格闘技の練習も全てちゃんとやってきました。大晦日という舞台でメインクラスの試合になると思うんですけども、そこで自分に求められているものは何だと思いますか。自分の中では、勝たないとしょうがないと思ってますけども、やっぱりファンの皆様を喜ばせるような試合をしたいというのも思ってます。以前お話ししてた破学力士の、はい、メンタルトレーニングって今でもやられてますか。毎朝起きる時にやってます。今日はどういう死に方を想像するんですか。今日はちょっと手のひらを刃物で刺されるようなイメージから入りました。手のひらだけ。はい、手のひらとか足のひらを刃物で刺されると血の気が引くような感じがしてすごい気持ち悪かったので、それを想像してみることにしました。バンナ選手、今日、はい、こういうね、公の席に来てなかったんですけど、はい、石井選手と戦う前にこうビビってんじゃないのかなとかっていう感じはするんですけど。いや、もう向こうの方がもうキャリアも上だし、もう毎日どの相手とやるのも一緒ですけども、常に挑戦する気持ちを持って戦いたいです。まず股関節ではミッドチも調子しましたけど、はい、左がこうバンダ選手に直接当たったら倒せるみたいな、そういうイメージですか。左が当たれば結構効くんじゃないかなと思いますけど、当てるのが難しいことだとも思ってるし、そのためにもやっぱり試合をこなすことと、やっぱり勇気を持ってそのパンチを出すっていうことが必要なのかなと思います。1年前と比べてご自身が一番変わったなという思う点はどうでしょうか。全体的な技術アップしましたけれども、やっぱり総合格闘技の間合いだったり、その試合の仕方っていう面が多分一番変わったかなと思います。例えばその試合の仕方ということに関してはどういった部分が。やっぱり本当にそのデビュー戦前から言われてたんですけれども、やっぱり練習とは違うっていうところがやっぱり分かったというか、そこを試合をこなしていくことによってどんどん試合慣れしてきたかなと思いますけど。バンダ選手はどんな勝ち方をしたり、勝ち方でしたり、チャンスがあればKO もでもなんていうんですかね、一本でも、決めたいですけれども、やっぱりどんな勝ち方でもやっぱりお客さんが喜ぶ、試合をしたいとも思っていますし、そこはどうなるかわからないですね、やってみないと。今後の展望みたいなものが、来年の展望とかがあれば教えてください。試合終わった後ってことですか。はい、来年の、この先ずっと先でもいいです。今はもう、一日一日一日大切にすることしか考えてないので、まずはバンダ選手の試合が終わってからそれは考えようと思ってます。ありがとうございます。
その目の前のイビスギがゴールで起こったような、あの紅白のマスコット人形みたいなんですけど、僕も出たいなって言えって言われてます結構裏番組のこととか気にしたりしますか？そうですね、やっぱりこのダイナマイトが表だっていうことをね紅白には分かってもらわないとね紅白が裏なんだっていうところをねはっきりさせたいですね。紅白の他にも柳さんといろいろと番組ありますけど、はい、気になる番組とかありますか？ガキツカも見てますけども、それも全部裏番組なんで、表がダイナマイトということで、もちろん自分の試合が瞬間最高っていくように、まあ、それも狙ってるというか、それも大切なことかなと思います。ちなみに今までご自身が大晦日にご覧になってた番組っていうのは、はい、あ、今までですか？はい、今まで。あ、自分は結構年末はお寺に参拝に行くのでテレビは見てなかったです。ビデオ撮って見るみたいな。ちなみに視聴率ってどれぐらい増えたいか？いや、まあTBS が喜んでもらえるぐらい取れればなと思いますけど、まあそんなことも考えてられないので、自分は試合に集中するだけです。